はい、それではパルメジャーノをたっぷり上からかけます。ベシャメルも入って、卵も入って、トマトグラタンみたいな最高の贅沢ってのはやっぱその軽やかな感じなんですよね。トマトファルシーアラカルメリット、下ごしらえしたトマトに刻んでソースベシャメルでつないだ固ゆで卵を詰め、おろしチーズをふりかけ、油をほんの少し垂らしてサラマンドルに入れ、表面をグラッセする、盛り皿に盛り、トマトソースを周りに細かくかける。はい、エスコフェから学ぶシリーズです。今日は、トマトファルシーアラカルメリットを作ります。これのカルメリットっていうのはね、なかなかちょっと調べたんですけど、多分修道院がありましてね、よくフランス料理では修道院風とかいうので、これはカルメリット修道院スタイルみたいなことなんだと思います。では材料です。トマト、フレッシュね、片ゆでトマト、卵、ベシャメル、前作りました。そして、油のオリーブオイルで、これトマトソース、これ僕が作ったんですけど、皆さんもし面倒であれば、かごめさんから美味しい濃厚トマト、アラゴシトマトソースが出ておりますので、これを使ってください。そしてチーズはパルメジャーノをたくさんかけます。まずですね、トマトをよく洗っております。エスコフェのレシピではトマトをくり抜いて一度オーブンで焼き上げるんですけど、フランスのトマトは結構硬いので、日本のはね、皆さんすごく柔らかいので、そこは省いても結構だと思います。でまず、ちょっと座りのね、頭で、あんまりこれ深く切ると、はい、こうやって一度くり抜きます。そこにこの蓋に穴を開けないようにしてください。はい、器に。そしてこのトマトも、小さい我々でって言うんですけどね、こうやって、これ皮を剥いておりませんので、なるだけ小さく、これ以上小さいとブルノワーズという名前に変わるんですね。でが、はい、そしてこちらの、種をちょっと取ってあげて、こちらのトマトも小さなで、でに切っておきます。はい、はい、それではスプーンで潰します。もうフランスはね、だって本当フォークをたくさんよく使うんですね。でこうやってフォークでね、包丁で細く切ってもいいんですよ。そこに、ベシャメルソースを入れて、これよく合います。はい、軽く塩コショウします。軽くです。
マトにこのベシャメルと、詰めます。トマトソースを先ほどの小さく切ったトマトを入れて、これをよく混ぜていただいて、でそうしましたらですね、こちらのゆかちゃん下に、これ実はですね、これあのトマトエスコフィエはこのトマトソースを別に作って、あとはお皿の上にトマトソースを引いてトマトを焼いたのを乗っけてるだけなんですけども、ちょっとこれご家庭のあれ、こうやってこれもお一人様一個ですから、こうやって入れてあげると、これをそのまま一個皆さんご家庭で食べられるので、こういう感じにします。はい、それではパルメジャーノをたっぷり上からかけます。たっぷりです。こんもりと上からオリーブオイルをたっぷりと、でこれで、230度で15分、焼き上げます。よし、滑り止めに、これエスコフィエ用語でこれをサラマンドルっていうのは、いわゆる上から火が出る、まあいわゆる日本これトースターでもいけるんです。上から天日がついてるのをサラマンドルっていう、まあフランス料理店には必ずあります。それとグラッセっていうのは、よく焼き色つけたとか、グラッセ、よく冷やすとか、そういう意味もあるんです。こういう熱い場合はグラッセっていうのは焼き色をつけるっていうふうに解釈いたします。では、それとですね、もう一つ、実はエスコフィエでこの、トマトファルシーランシエンヌ、いわゆる、古典風っていうのがあるんですね。で今からエスコフィエは100年前の人ですけど、約ね。でそのエスコフィエが100年前のエスコフィエが古典風っていうのは、その前にまた100年あるわけです。でそれをちょっと説明しますと、アピシュースというね、時代があって、それはローマ帝国時代言われてるんですけどね、これは、何年か分かりませんけど、大体その、かなり古いで、エスコフィエの前の100年前ですから、今から200年前ですね、が、アントナン・カレームっていう方がおられてね、この方は、まあ、エスコフィエの100年ぐらい、まあ、今から200年前の方で、この方は、パティシエも料理もできて、その時代の王様から、ロワ・デ・シェフ、シェフ・ドゥ・ロワ、あなたは、王様の料理人であり、料理人の王様だっていう、アントナン・カレームという時代があって、まあ、そこに皆さん、ブリア・サンワランというね、弁護士の先生がいるんですけど、まあ、大体美食家のいろいろその方々は、このブリア・サンワランの、なんていうのかな、こう、まあ、その食通の方ですから、そういう食べてうんたらかんたらこんたらかんたら、三國シェフはね、とかいろいろその、200年前にこのブリアサバランとか、
アントナン・カレームという方がおられて、それを受けてエスコフェは、その古典料理と彼らをね、で、エスコフェが、まあ、100年ぐらい前ですから、ちょうど50年ぐらい前にフェルナンド・ポアンという方が現れましてね、そこの下にポル・ボキュースさんとか今の三つ星のシェフがほとんど働いてまして、フェルナンド・ポアンはエスコフェの料理をもっと現代風に、軽くするんだという、そういうその脈々とした、古典が引き継がれている、と。ですから、アピチュースもね、本がありますし、ブリア・サバラの本もありますし、アントワン・カレームの本もありますので、ぜひ、勉強してみてください。それでは、230度で15分焼き上げます。結構強火です。はい、15分いきます。レッツゴー、ゴーゴー。3、2、1、0。はい、15分。じゃじゃじゃーん。ほほほほほ。皆さん見てください。焼き上がっております。今日はちょっとアレンジで、ご家庭で、一人一個ずつ召し上がれるように、ココットに入れてアレンジしてみました。はい、出来上がりです。ね、いただいて、ね、トマトにベシャメルと卵が入ってチーズが入ってね、まあ、見てください、トマトもこれ皮付きなので、お、皮付きなので形持ってますけど、皮を剥いたらもう完全に、スプーンですね、スプーンでいってみたいと思います。ベシャメルにトマト卵ですね、入って、なんかベシャメルも入って卵も入って、このまま食べるとなんか本当に軽いトマトグラタンみたいな、ベシャメルも入ってますしね。エスコフェもイメージしたと思うんですけど、もうトマトグラタンで、いわゆるトマトと本当はね、こう一緒にこう合わせてグラタンにするんですけどね、それをトマトはトマト、ベシャメルと卵は卵、別々にして、で一緒に焼いて、この食べた時に初めて、そのトマトグラタンになっていく。これは多分今じゃもうエスコフェ古典中の古典ですけど、こういう今から100年前、さっき今日あったそのエスコフェの前の100年のカレームさんとかね、そういう料理から比べたら 100年前のエスコフェの料理はこうとってもその華やかで軽かった、ね、ということが、でその彼もエスコフェもやっぱそういう、なんていうのかな、こう軽いモーツァルトって言われてですから、100年前に軽い料理をなんていうのかな、こう、そういう自分たちのそのクラシックに対しての提示をして、やっぱりその一世を風靡ね、100年前に、そこで働いた秋山徳三シェフもね、そのエスコフィアの下で働いてたその現代、フランス料理のモーツァルト、もう彼しか天皇の料理はいないだろう。でそれからまた50年後に今度フェルナンド・ポアンって人が、そのエスコフィエの料理をもっと軽くしたいんだと。だからずっとどういうんですかね、こうまあレジェっていう、軽いことをレジェって言うんですけど、まあ時代っていうのはこうなんていうんですかね、軽くする、軽やかにする、日本人で言えば羽毛布団のようにやっぱり。まあ、最高の贅沢っていうのはやっぱりその軽やかな感じなんでしょうね。なかなかこの100年前に作ったであろうこのトマトファルスユを食べて、100年前のエスコフェに思いを寄せる三國シェフでした。なかなかこのエスコフェから学ぶシリーズ、まあ、こういうね、いろんなことをこれから、まあ、僕もね、いろんなことこう詰まってるんですけど、お腹にばっかり詰まって、
の頭にも詰まってるんですけどね、少しずつ皆さんにエスプリを出していきたいと思います。今日合わせたワインはフランスのアルザス、ファミーユ・ヒューゲル・ピノノワールクラシックでございます。ピノノワールでございます。うん、あのさくらんぼのようなチェリーのような軽やかな、多分私も三國シェフも皆さん100年後あいつ毎日飽きず、まあもう2年、まあ3年はね毎日やろうと思ってるんですけど、毎日 YouTube をやってた、アホなシェフがいたよっていうのが100年後に、言い伝えられると、嬉しいかなと。グーです、どうぞこれからも、エスコフェから学ぶ料理楽しみにしてください。グーです。